プリックテスト、または、皮膚アレルギー検査は、アレルギーの医学的診断方法で、小さな制御されたアレルギー反応を引き起こすもの。正確には、皮膚アレルギー検査には、プリックテスト、スクラッチテスト、皮内テスト、P、K テスト、パッチテスト等が含まれる。微視的な量のアレルゲンを様々な手段によって、患者の皮膚に入れる、皮膚アレルギー検査を受けている人発信。 人シンを持っていると結論付けることができる。アレルゲンを特定するために、さらにテストを行うこともある。皮膚スクラッチテストと呼ばれる方法は、感染の可能性が高まるため、あまり一般的には使用されない。一方、皮膚スクレープ試験は痛みがなく、色素沈着を残さず、皮膚の表層に限定されているため感染のリスクがない。数分で特定されるアレルギー反応もあれば、 数日かかるものもある。テストが陽性であるすべての場合、皮膚は隆気し、赤くなり、かゆみを生じる。結果は記録される。大きな腫れは、被験者が、その特定のアレルゲンに対して、より敏感であることを示す。陰性である場合、アレルギーを決定的に除外するものではない。しばしば、濃度を調整する必要があり、そうしないと体が反応を引き出すことができない。 かつては、避難テストが日常的に行われていたが、安全性、簡便性等の理由で、プリックテストやスクラッチテストが行われることが多くなった。被内テストの場合は使用アレルゲン濃度を、プリックテストの100から1万倍希釈する等の配慮が必要であり、被内注射自体が、皮下に入らないような術者の慣れを要する。被内への通常のアレルゲン注入量は0.02。 ミリリットルで約4から5ミリメートル径の防振となるが、スベルクリン反応のみ0.1ミリリットル注入と規定されていて防振は約10ミリメートル径になる。遅延型反応を見るパッチテスト以外は主に即時型反応を判定に使われ、通常15分後に判定する。腕で行う皮膚テストプリック、スクラッチ、スクレープのテストでは、生成されたアレルゲンを数滴置き、 通常は前腕の皮膚表面に刺す。このテストは通常、ペットのフけ、ほこり、花粉、食物、またはダニに対するアレルギーを識別するために行われる。機内注射は皮膚表面のすぐ下に少量のアレルゲンを注射することにより行われる。このテストはペニシリンや蜂毒などの薬物に対するアレルギーを評価するために行われる。 背中で行う皮膚テスト皮膚が想定通りに反応することを確認するために、ヒスタミンなどの実績のあるアレルゲンとクリセリンなどの非アレルゲンを使用して、すべての皮膚アレルギーテストも実行される。大多数の人はヒスタミンに反応し、グリセリンには反応しない。皮膚がこれらのアレルゲンに適切に反応しない場合、おそらく他のアレルゲンに反応しない。これらの結果は、 偽千位として解釈される。パッチテストパッチテストでは、異なるアレルゲンを含む大きなパッチを使用する。パッチは、通常は背中の皮膚に重複される。パッチのアレルゲンには、ラテックス、医薬品、防腐剤、繊毛剤、香料、樹脂、様々な金属が含まれる。避内試験とも呼ばれ、この皮膚試験限界希釈法は、アレルギー反応を測定するために、 濃度を増加させながらアレルゲンの被内注射を用いる。重度のアレルギー反応を防ぐためにテストは非常に希薄な溶液で開始される。10分後、皮膚の小さな腫れである防振の成長を測定する。10分間で 2mm の成長はプラスと判定される。その場合、応答を確認するために高濃度の2回目の注入が行われる。終点は 防振のサイズの増加を引き起こす抗原の濃度で、確認的防振が続く。防振が 13mm より大きくなる場合、これは主要な反応とみなされるため、それ以上の注入は行われない。アレルゲン皮下注射による、原監査療法を行う際も、開始時の濃度一基値を決定するために、同アレルゲン希釈系列の避内テストを行う。皮膚テストに必要な主要な準備は、 特にない。最初の問診で被検者の病歴を確認し身体検査が行われる。検査の妨げになる可能性があるため用いている薬のリストを持参する必要がある。他の薬と合わせることで重度のアレルギー反応が起きる可能性を高める可能性がある。一般的に皮膚の検査を妨げる薬物には以下がある。皮膚検査を受ける者は アナフィラキシーがいつでも起こる可能性があることを理解する必要がある。そのため、次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師の診察を受けることが推奨される。皮膚の検査は、穏やかな手技のように見えるかもしれないが、検査後に発生する可能性のある、腫れた赤い流起を含む、いくつかのリスクがある。人魔疹は通常、試験後数時間で消える。 稀に1から2日続くことがある。これらのジンマシンはかゆみを伴う場合があり、市販のヒドロコルチゾンクリームを塗布することで最もよく治癒する。非常に稀なケースでは本格的なアレルギー反応を起こすことがある。皮膚テストを行う医師はアナフィラキシー反応が発生した場合に備えて常に効きと薬を用意している。これが医療機関ではない店や、 医療訓練を受けていない人々によって行われる皮膚検査を受けてはならない主な理由である。アレルギー症状を治療するために一般的に使用される抗ヒスタミン薬はテスト対象のアレルゲンに皮膚が反応するのを防ぐことができるため皮膚テストを妨害する。抗ヒスタミン薬を服用している場合は別の形式のアレルギー検査を選択するか検査前に一時的に 抗ヒスチン薬の服用を中止する必要がある。必要な期間は、特定の薬に応じて、1日、または2から10日以上の範囲である。三関係抗うつ薬、フェノチア人形の抗精神病薬、および胃腸障害に使用されるいくつかの種類の薬物など、主に抗ヒスタミン薬として使用されない一部の薬物は、同様に皮膚テストを妨げる可能性がある。 重度の全身性皮膚疾患、または急性皮膚感染症を原に発症しているものは、皮膚の検査を受けるべきではない。また、アナフィラキシーショックのリスクが高くなっている人、例えばごく少量のアレルゲンでも、非常に敏感であることが分かっている人は、皮膚の検査を避ける必要がある。皮膚検査のほかに、血液中の特定の抗体を測定する、血液検査がある。 幽霊抗体はアレルギーにおいて重要な役割を果たすが、血液中の幽霊抗体レベルは、アレルギー反応と常に相関するとは限らない。様々な挑発無効化テストを実行する多くの代替医療従事者がいるが、これらのテストの大部分は妥当性がなく、科学的に機能することが証明されていない。ありがとうございます。